二宮大輝だ。不利な遠征バトルでもここまでは勝ち続けてこれたんだろうが、今度ばかりは運が悪かったな。本当に速い奴は世の中にいっぱいいるってことを見せてやる。始めようぜ。まずはお前のドラテクを見せてもらう。ちぎるのはそれからだ。本当の速さってやつを徹底的に見せつけてやらないとな。ち、油断した。一瞬で終わらせる。何？よし、あとはちぎるだけで終わりだ。こんなところで抜かれるとはな。やってくれるぜ。抜けそうで抜けない。それでブロックしてるつもりかよ。このままで済ませるつもりはない。どっかで追い抜いてやらねえとな。労働塾の人間でもここまでやりゃ間違いなく反応が返ってくるけどな。この先二度とチャンスないぜ。あいつがもう少し下手だったらこんなバトルとっくに終わっているんだな。俺が抜かれることなんて天地がひっくり返ってもありえない。ついてきている。そんなバカな。上りでの追い抜きは考えにくい。俺の勝ちだな。諦めが悪いぜ。な、調子に乗るのもここまでだ。狙われた。初めからそのつもりでこいつの戦略とでも言うのか。ちぎられてたまるかよ。信じられないぜ。ものすごい高等技術だ。一番得意なブレーキングで負けた。大輝がヘマをやったわけじゃない。まさかこれほどのやつとは。ショックだぜ。信じられないほどクレバーな戦略にやられた気がする。この展開は読んでなかったな。お前の作戦勝ちだろう。